ここに予言が入った封筒があります。後ほどお見せします。これはいろいろな色のカードです。裏は白です。一つお願いがあります。1と10の間で数字を一つ思い浮かべてください。5ですか？この数字はこの後重要な意味を持ちます。5ですね。1、2、3、4、5。これはあなたが思い浮かべた数字によって選ばれたカードです。それでは予言をお見せします。あなたが選んだカードはこの色です。え、おかしいですか？これだとどの色でも当たってしまう。あなたは予言を信じませんか？あなたが選んだ色は赤です。